クリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルは、ブラウン・シュバイク・リューネブルク公の一人で、ハルバーシタット市教王。ドイツの30年戦争におけるプロテスタント派指導者。共信者、無法者の公爵と呼ばれた。ボルフェン・ビュッテル公ハインディヒーリウスと、デンマーク・ノルウェー王・フレゼリク2世の娘エリサベトとの間の三男として、グレー人間に生まれた。 ボルフェンビュッテルコ・フリードリヒ・ウルリヒは2位。父の死後、クリスティアンは、母方のおじのデンマーク・ノルウェーオクリスチャン4世の元で教育され、ヘルムシュテット大学に入学した。一族のハルバーシュタット司教・ルドルフが1616 16年に死ぬと、プロテスタント神とながらクリスティアンが後継として、ハルバーシュタット司教領の監督に選出された。 司教領の監督職を得たことでクリスティアンは豊かな財源を自由にできるようになり、彼はこの財源を背景に軍事指導者として活躍した。1621年、クリスティアンはオラニエコー、マウリッツの軍隊に加わり、ネーデルラントでスペイン軍と戦った。その後、クリスティアンは自分の軍隊を組織し、ボヘミア王権プファルツ選定公。 フリードリヒ五世配下の将軍として三つの重要な戦闘に参加した。ヘイヒ筆との戦い、フルールスの戦い、そしてシュタットローンの戦いである。クリスティアンは、フランスドイツ国境、ネーデルラント全域での略奪や焼き討ちに加わり、傭兵隊長、エルンスト・ホンマンスフェルト伯爵と一緒に、カトリック軍のティリー伯と平筆と及びシュタットローンで戦ったが、二度とも敗れている。 しかしフルーリスでは大きな勝利を挙げ、彼の活躍のおかげでプロテスタント派の拠点とシベルゲン、オプゾームは解放された。騎兵戦を好むクリスティアンは残酷な乱暴者だと敵のカトリック派から非難された。カトリック派の敵たちは彼の戦争での野蛮ぶりから彼に狂信者のあだ名をつけた。この評判はおそらく皇帝派のパンフレットが出所であり、 一部の人々はこの評判を不当なものだと考えている。1621年、クリスティアンは前年の1620年にビーラー・ホラの戦いで大敗して、ボヘミア王位を追われたフリードリヒ・ゴセイの配下に入った。フリードリヒ・ゴセイは1618年に反乱を開始したボヘミアのプロテスタント派の指導者であった。クリスティアンが フリードリヒ5世に使えるようになった理由は、議論があるが、彼は戦役に加わる以前に、フリードリヒ5世の美貌の妻エリザベスに、騎士道上の愛を誓っており、これが影響した可能性はある。エリザベスの父親である、イングランド王ジェームズ1世は、娘婿の戦争に協力するため、サーホレスビアー率いる軍隊数千人を、プファルツ選定工領に送り込んでいた。 1621年末までにクリスティアンは1万人の兵を募ることができた。彼は自軍と共にベストファーレンで冬を過ごし、ミュンスター司教区とパーダーボルン司教区で多くの富を集奪した。クリスティアンの軍事活動はマンスフェルトがクリスティアンの軍隊と自軍の連携を求めた1622年に始まった。マンスフェルトは同盟者のバーデンドゥルラ派遣脅迫。 ゲオルク・フリードリヒがビンプフェンの戦いで大敗して、自軍を壊滅させて以後、特にクリスティアンを頼みにするようになった。クリスティアンとマンスフェルトは1622年6月22日の兵筆との戦いで共同して戦った。クリスティアンはこの戦いで大敗し、彼とその軍勢は激しい追撃を受けつつマイン側を渡って退避し、食料をすべて失ったにもかかわらず、 軍勢の大半が生き残ることができた。しかしプファルツはガラ空きとなり、ティリー博率いるカトリック軍がプファルツの首都ハイデルベルクを陥落させ、フリードリヒ5世が30年戦争から手を引かざるを得なくなると、新しく組織されたプロテスタント連合軍はアルザスに拠点を移した。アルザス地方で激しい略奪と破壊行為を働いた後、クリスティアンとマンスフェルトは、 北のロレーヌに移った。両者は、スペイン軍が、ベルゲンをプゾームを放したニュースを耳にすると同時に、進軍し、8月29日に、フルールスの戦いで、スペイン軍と交戦した。この戦いの最中に、クリスティアンは有名な勇気と不屈の精神を発揮し、フェルナンデス・デコルドバ将軍が指揮するスペイン軍の、戦線に、騎兵部隊を引き連れ4度突入しながら失敗したが、 5度目の突入でスペイン軍の戦線を破り、10月にはベルゲンオプゾームを解放することに成功した。勝利したとはいえこの戦いで、クリスティアンの不評体の大部分と騎兵隊一体が失われ、戦後クリスティアンは1622年から1623年にかけての冬をスペイン領ネーデルラントで過ごし、軍隊を精鋭をさせ、新たな兵を補給した。 1623年の春には、クリスティアンの軍は、約1万5000人になっていた。1623年の春、クリスティアン、マンスフェルトトランシルバニアコーベトレンガーボルトその同盟者、トゥルン白尺の間で、フリードリヒゴ世主導のプロテスタント派による、ボヘミア再ダッシュが計画され始めた。この計画はプロテスタントが劣勢な30年戦争の、 情勢を打開する目的もあったが、ティリーがこの計画を聞きつけて、ニーダーザクに陣取ったことで最初から困難に陥った上、クリスティアンはマンスフェルトから自軍に払う金がなく、遠征など、ままならないので北に泊まることにすると告げられる姿勢を強いられた。ティリーの軍隊に数の上でも規律でも劣っていたクリスティアン軍は、とりあえず比較的安全なオランダに泊まった。 しかし、クリスティアンはティリーに裏をかかれて、オランダ国境で追いつかれ、勇猛さを発揮したものの、8月6日のシュタットローンの戦いで敗北した。この戦いで、クリスティアン軍1万5千人の内無事だったのは2千人程度で、あとは戦死か捕虜となった。自軍を壊滅に追い込まれたクリスティアンは、生き残った軍勢を連れて、ハーグに逃亡した。クリスティアンの敗北により、 30年戦争におけるプファルツキ、つまりプロテスタント反乱の時期は終わった。シュタットローンの戦いから3週間後、フリードリヒ5世は神聖ローマ皇帝フェルディナント2世との急戦協定にサインし、プロテスタント側の反乱を終わらせることを約束した。この協定以後、神聖ローマ帝国はカトリック陣営によって支配されるかに思われる状況であった。 マンスフェルトは協定締結後間もなく、自軍を解散したが、1624年に諸外国が、対ハプスブルク同盟を締結、1625年に、デンマーク、オランダ、イングランドが戦争に参加した。オランダやデンマークオークリスチャン4世は、クリスティアンやマンスフェルトを戦争に復帰させようとし、クリスティアンに多額の財政援助を与えた。1626年、 クリスティアンは、ヘッセンカッセル砲白、モーリッツを味方につけて、ティリーの背後を奇襲する役割を命じられて、取りかかったが、ヘッセンにいたティリーに狙われ退却、ヘッセンに到着したが、モーリッツから合力を拒絶され、行く当てがなくなり、ボルフェンブユッテルに進軍、そこで亡くなった。26歳だった。クリスティアンの死で、プロテスタント軍の一角が崩れ、 マンスフェルト、クリスチャン4世もカトリック軍に敗北して、戦力を失い、デンマーク戦争はカトリックの勝利に終わったが、皇帝の権力強化策に反発した諸公と、外国によるドイツへの干渉は続き、30年戦争は激化の一途をたどった。菊池、P70、P73、ウェッジウッド、P158、P166、ウェッジウッド、 P192P198、菊池 P73P77、ウェッジウッド P217P223。ありがとうございます。